ディレクトリ、ディレクトリはコンピュータのファイルシステムにおいてファイルをグループ化するための特殊なファイルで整理、管理などの目的で活用される。ディレクトリの中にも通常のファイルだけでなく入れ子的にディレクトリを作って任意の階層を持たせて管理できることがほとんどである。ファイルの入れ物、容器などとも表現され GUI では 文具のフォルダーのようなメタファーで表現されることが多い。ただし、物理的な容器であるのは HDD などのメディアそのものであるので、ディレクトリはファイルへの見出しの入れ物と表現する方が正確である。ユニックスや MS DOS3.1 以前の Windows などでは、ディレクトリと呼び、MacOS では、フォルダと呼んでいる。95以降の Windows では、 ホルダと呼び直したが実態には何の違いもなかったように呼び方の違いにはマーケティング上の印象以上の意味は全く何もないユニックスなどでは唯一の最上位の根幹ルート、ルートディレクトリがありストレージやボリュームパーティションなどの内容は任意の枝マウントポイントにマウント、継ぎ木されというツリー木曜日モデルとなっているそれに対し MS-DOS および Windows では、最上位は、ドライブという単位であり、フロッピーの場合で明らかなように、ディスク単位ではない。なお、パーティションなどに対しドライブを割り当てていることは、多い、各ドライブに対して、それぞれのメディアのルートディレクトリがあって、それぞれのツリーがある、という、数学では、林あるいは、森と呼んで、木と区別することがあるようなモデルとなっている。 ディレクトリにより任意の深さの実際には工述する絶対パスの最大長などとして制限があることも多いが階層を構成することが可能なシステムではシステムコール上のファイルの指定をカレントディレクトリ、口述の移動とファイルの指定のようにして別々に行わなければならないシステムもあるがユニックスなど多くのようにディ,ディレクトリ名、ディレクトリ名、ディレクトリ名、ファイル名のように セパレータ、分離符で分離する表現により一遍に行えるものもある。セパレータは、ユニックスでは、スラッシュ、MSDOS では、コードが 0X5C の文字であるが、MSDOS のセパレータの 0X5C というコードは、ASCII では、バックスラッシュだが、JISX0201 では、半角円記号、U プラス0 0 5円であるなど、ISO646 で、 あえて統一化されず、残されたコードであったためもあり、その意味に混乱させられているものが多い。セパレータが使えるシステムでは戦闘を、セパレータで始めるなどの方法により、ルートディレクトリからの絶対的な表現で指定したパスを絶対パスやフルパスと呼ぶ。それに対して、カレントディレクトリ、コージ数など、何らかの任意のディレクトリから相対的に相対パス指定することもできる。 ユニックスなどでは、プロセスの持つ属性として、カレントディレクトリ、あるいはワーキングディレクトリがある。そのプロセスが発行するシステムコール中において、相対パスで指定された場合の起点としてなど、デフォルトのディレクトリとして使われる。コプロセスの起動時には、その時点での親プロセスのカレントディレクトリが引き継がれるか、明示的に指定することができるものもある。原則としてコプロセスは、 親プロセスに影響を与えることができないため、シェルのカレントディレクトリを変更するというコマンドは、外部コマンドして実装することができないので、必ずシェルの内部コマンドとして実装される。ディレクトリの内容を表示する外部コマンドとして、コディセ1コマンドがある。なお、MSDOS のコマンド COM には、相当する機能を持つ内部コマンドコディセ2がある。ユニックスなどでは、 ユーザーごとにホームディレクトリが設定されており、パスワードファイルなどで、そのユーザーのログイン後の最初のプロセス。通常は、シェルの初期カレントディレクトリがそれにいる。通常、そのユーザーが所有者で読み書き可能に設定されており、その下にユーザー個人のファイルを置くことが多い。ユニックスを、はじめ多くのシステムでは、ディレクトリ中のファイル名、正確には、 ディレクトリエントリの順番をユーザーが編集することはできない UNIX の ls コマンドやシェルデノによる展開では通常はそうとされるためわからないが ls の -f オプションなどで実際の順番を確認できるが msdos では比較的容易に直接ディスクの内容を改変して編集できため fd やマイクロデータのエコロジーシリーズなど そのような編集機能を持つファイル管理ソフトもあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。